ここからはオープンレックと FM ギブと YouTube の3元すごい、はい、できたと思います、はい、いいなと思った方はとりあえず今すぐ高評価ボタン、はい、そしてチャンネル登録今す、はい、最後まで見てください、はい、今回は1980年のオリコンチャートの中から女性演歌歌手を特集してみました、はい、まあね、演歌だ、両優なんかその子供の頃はあんまり演歌の人にピンとこなくって、そうですね、で大人になったら分かるわって言われながらね、うん、でもまあなかなかそのべったり演歌にっていうのがないんですが、でもこの頃はランキングにまだまだ演歌が入ってたし、うんうん、音楽番組にも割とこうアイドルもいて、うん、ね、演歌の人もいてみたいな感じでしたけれども ね、ということですね。ちょっとね、まあ一応歴史的な話をしておくとですね、はい、まあ、70年代のことをよく話してるんですけれども、はい、まあフォークとかロックとか歌謡曲とか、うん、まあそのある中でルーツはおそらく流し、まだ今ね、そんなこういうもちろんスマホとかそんなないので、はい、一般の人が音楽聴くのは、まあ、テレビかラジオか、うん、あとはその、まあ、有線放送がまあちょっとあったのと、はい、でその飲み屋さんで、うん、そのそんな店でね、そのレコード流すっていうことは居酒屋さんあんまないやんか。そうですね。で有線放送もそんなにまだ普及してたしてなかったりして、うん、ある程度規模がないとね、はい、そうするとやっぱりこうね、駆け出しの歌手の方が本当にギター抱えて一軒一軒店回って、うん、でなんか歌リクエストないですかって言って1曲100円とか200円とかで歌うっていうのが、まあ、ロゴ時代からずっとあったのに流してる曲があって、はいはい、で演歌の歌手はそこで鍛えられて、うん、でこう認められると歌手としてデビューできたり、うん、まあ、それでこう歌合戦みたいな、なんやのど自慢じゃないけど、そうですね、デビューするのがあってね、だから藤恵子さんとかね、よくそういうので有名ですもんね。だみんなそう、森進一も五木ひろしもそうでみたいな、北島三郎もそうでって言って、まあ、で女性歌手の場合は、はい、やっぱりまあ、そういう人もいるの、藤恵子みたいな、うん、一方でそのこういわゆるナイトクラブで、八代亜紀はその 外人のいるアメリカ軍キャンプでジャズとか歌ってとかですよ。あ、まあ、顔が割と濃い感じの美人ですもんね。で歌の上手な人は、まあ、そういうジャズとかアメリカンポップスも歌いつつ、でムード歌謡の時代に来るのはムード歌謡も歌いつつ、はい、でめっちゃ歌うまい子がおるわっていうて評判になって、うん、歌手になって、はい、まあね、まあ、なんとなくね、女性歌手の歌を歌ってると、うん、まあ、ポップスか演歌なんだけど、まあ、ムード歌謡やん、どっちかっていうと、はい、もしくはその流しの人が歌うようなちょっとこう、うん、戦後歌謡から来る演歌みたいな流れを歌ってる、はい、でこうずっとヒット曲を、ね、重ねていって、うん、で70年代全体がそのこう、まあ、フォークに支配された、うん、ちょっとこうなんやろこう、まあ、わびさびであったり、うん、別れ切なさ、うん、孤独、うん、ね、恨みつらみみたいなことが、まあ、言葉悪いですけどちょっと染みたれてる感じですね。が空気感にあった70年代ね、はい、うん、ヒット曲も、まあ、北の宿からみたいな、あなた変わりはないですかね、あなた死んでもいいですか、はい、みたいな、はい、やるって言って、うん、で八代亜紀も前半はその異性のようにね、そのバタ臭い感じのこううなるちょ男美人で切符のように歌を歌うってことでめっちゃ人気だったんですけど、後半ちょっとこう迷走するわけですよね。うん、で五木ひろしも森進一も70年代の後編みんなこう売れなくなるわけですよ。はい、ちょっと路線がみんな分からないので、しかもニューミュージックとか出てくるので、うん、そうですね、若者はそっちに全部ね行ってしまって、でなんとなくしみったれた歌もなんかある程度年齢になってくると、うん、ほんまにシャレにならん、うん、なんていうのかな、あんまり楽しくないから、やっぱりみんな油乗ってくるからもっとなんかいろいろ歌いたくなってくれないと思うのよ。あ、なるほど、はい、で五木ひろしもね、こうこうしゃべりまらね、はい、モノマネでちょっとね誇張される感じのね、はいはい、ね、森進一もなんか東京物語とかちょっとポップスっぽいの歌うわけですよ、はい、でもそんなパッとしないわけですよね、はい、でさあどうなるって言った時に80年代に入って、うん、その五木ひろしが、お前と二人を出すというね、はい、それまでの五木ひろしのレパートリーにはなかったような曲なんです、あれがね、はい、あれが幸せんかの発祥で、はい、これだと、うん、ここにまず気づくかと思ってね、うん、でその演歌もちょっと新時代の流れが来てもう一回もっと盛り返してくる。で今までちょっと70年代の後半ちょっとねこう低迷してた人たちも息吹き返してくると、もともとファンはいるので、はい、まあそうですね、そう、はい、でプラスベスト10が始まったので、うん、でまず五木ひろしが熱烈なファンのハガキ投票で、はい、ひろしをベスト10に入れようみたいな、で曲まあ良さとね、その前と二人の曲の良さとね、あれがみんなカラオケで歌いやすいということと、でおばちゃんのファンが
今で言う氷川きよしさん的な感じなんですかね。あの当時だからハガキリクエスト大体1位はもう五木ひろし取ったりして、森進一さんもそうなんですよ、あの、ねはい、みんながもう10年間応援してたおばさま方が、はいはいはい、もうねお金余裕ありますよ、そんな旦那の稼ぎでね内職みたいな言い方はがきでせっせっせっせと書いて、はいはい、みんなで連帯取ってね、はい、あんた名前書いたとか、あーなるほど、そういうちょっとファンクラブ的な感じで応援しがいがあるよ、ほんでそれって、はい、まあ、あの形でになってね、うん、自分の応援してる人が自分のハガキで出てくれたらやっぱ嬉しいですから ねファンの方はっていうムーブメントが起こるわけです、はい、この70年後半80年にかけてというのがあって、はい、でそれがまあ今日のランキングに反映してって、はい、そのなかなかね年間の中でその5曲6曲のヒット曲をみんなが知ってそんな演歌を出す時期っていうのはそんなないんですけど、はい、あのこの80年の中はまあそうですね、ここはしばらくそんな時代が続いて、まあね、歌番組もね、はい、答えもあるしそのヒットスタジオもあるしということで、うん、まああなたが言ったようにお茶の間全員で見るので、うん、まあ子供も聞いてそうですね、なんとなく覚えてる、割と私も歌える曲たくさんありましたよ、はい、まだ子供でしたけれどもね、ということで、まあ、紹介した曲を紹介、あの改めて言いますと、はい、今回紹介したのは、都はるみの大阪しぐれ、はい、小林幸子泊まり木、はい、八代亜紀雨の慕情、はい、川中美幸の二人酒、うん、で松村和子帰ってこいよ、はい、そして八代亜紀の船歌ということで、ね、はい、まあ今度八代亜紀二つ入ってますけどね、うん、まあやっぱり八代亜紀ですよ。そうですか、あなた好きですもんね。もうやっぱり再評価どんどん、まあ今最近でもね、うん、やっぱりこうまたジャズのアルバム出されたりとかしてて、うん、八代亜紀の力ってやっぱり皆さんね再評価してますけど、やっぱ声がねちょっとハスキーで、うん、そうこう唯一無二な感じがあって、うん、やっぱ美人やし人、ね、みたいな感じで言うとそこは ねあの化粧が濃いって言われてましたけど本当はそうでもないですよね。そうそうそう、あの彫りが深いんですよね、もともとがそのものが濃いんで、ね、派手な顔でね、そうそうそう、ちょっと猫顔でね、はい、ほんであの切符もやし、ほんでやっぱりそのもともとジャズとか歌ってたのでリズム感もいいので、うん、ああいうこうあの女みんな友達みたいな曲を、ね、軽快に歌うことができるし、はい、っていうことで、はい、だからそのでも八代亜紀のまあ10年間 その70年代を支えた、うん、総集大成として船歌がありまして、はい、あれはもう阿久悠先生の、うん、もうその何やろこう自分の仕事のこう総決算の意味も込めて作った渾身の曲ですよ、はい、凝った曲やんかあれな。そうですね、リズムもあれ、うん、そんな歌える歌手おれへんねと思って、うん、難しい、あのなんか途中に入ってくるね団長、ね、うん、の絵がね、ところね、うん、難しいですね。で曲暗い曲やけど、うん、男歌やあれ、うん、だからこう情感込めて歌ってもあかんのよ。そうですね、あの心が薄れたって泣き声の歌っても違うなと思うか、なんかこう芯の強さが感じさせないとあかんし、うん、でもちょっとわびさびもないとあかんしっていうね。そうですね、ずっと魚を炙ったイカでいいの意味が分からなかったですけどね、ずっとね魚とイカとチャイみたいなそうそうそう、どういうことやろうなみたいなねありましたけど ね、あれは、まあ、その本編でも言いましたが発売79年の5月なんですけれども、はい、だこの歌5月に出して売れるわけないと思うやん。まあまあどっちかってなんか冬っぽいですもんねでもまあ逆にそう1年間かけて、まあ、当時は次の新曲もシングルも入るんですけど、はい、人気歌手なので、まあまあ演歌の方はねあるあるですよね、うん、でも人気歌手は五木ひろしもそうですが、まあ、年間さん毎回は絶対出してんの、その中の1曲当たればいいっていう、そういうことですか、ローテーションは出すけど、はいはい、みたいな、はい、で船歌はまあずっとねその売れなかったけれども、まあ、紅白には出れるの で、うん、で紅白の31日おみそかに歌ったらドンピシャにハマって、うん、そうですね、でそれをその本当にね、まあ、北海道とか青森とか東北の人たちのこう、ね、ちょっとこう寂れた居酒屋でね、はい、テレビで流れてくると、うん、まあ、残ってるママさんとこう、ね、流れ物の男がそれを聞いてしみじみくるみたいな、しみじみきますねだからその高倉健と倍賞千恵子がねあ映画の中でね、はい、ほんで年越してからヒットしてって、うん、ですけどそんなレコ大取るようなヒットではないっていうことのあの何やろリベンジみたいな思いを込めて、うんうん、雨の慕情をもう一回持ってきて、うん、で今度はちょっと軽めの曲にしました、うん、で八代亜紀も軽快に、だから俺あの曲テレビで見るといつも持ってて、なんか必ずの曲やのになんかいつもニコニコにしながら歌ってんの。そうですね、で割とあの衣装とこの雨雨ふれふれっていうのが、うん、振り付けがね結構なんかこう真似されたりちょっと流行りましたね、うんうん、でもあんなも全部ひっくるめてのちょうどお茶の真似聞くにはちょうどいいと、はい、重すぎず軽すぎず、うんうん、で大人が聴いてもやっぱりいい曲でない歌詞とかすごくいいのよ、うん、のがあっての、まあ、でもそんなじゃあビッグヒットでは1位取るようなヒットではないけど、はい、久しぶりのベストテン入りなので、うん、ね、その10年間のご褒美も込めて、はい、レコード大賞を取ります、うん、ね、
でも時代は幸せ演歌なので、はい、やっぱりこのね今日のランキングの中では川中美幸二人酒ですよ。うん、なるほどね。で、まあ、ヒントの美輪明美の大阪しぐれと、はい、だから五木ひろしのお前と二人幸せ探してあの2曲ね、はい、そしてその美輪明美の大阪しぐれ、うん、で川中美幸の二人酒でこれ同じ、うん、もう言うたら同行異曲というか、うん、同じテーマで、はい、まあ、ちょっと手を返しのお金なんですけど、はい、まあ、これがみんなああこれやと、うん、もう70年代の暗い空気はもうちょっとねと、うん、景気も良くなるし、うん、でも演歌らしさを出すのに、まあ、ポップスとか行くとまたね、はい、ほんまのポップスがやっぱ売れてるからさ、はい、売れてるから、うん、なんかない時にちょうどこういうあんまり演歌らしい、うん、だからいわゆるド演歌の一つの形がテンテテンテンズンタタタじゃないけど、はい、あのガッドギターのね入ってくるっていうのはこのところに完成するわけですよね。うん、まあ、はい、はい、だから小林幸子も本編で言いましたが、あの前年79年にあの思い出酒が大ヒットしてね、はい、あれも70年代総決算ですよ、うん、あれ別れのねこう未練の歌みたいな、あれもすごい一曲やけど、あれも年越し80年代じゃそんな売れてなかったと思うね。ああ、やっぱりその時代感みたいなものはあるかもしれないです ね、うん、ね、売れる売れないでね。そう、でもその、うん、ずっと下積んできた小林幸子のねその苦労とも相まっての大ヒットとなって、はい、うん、で問題はさ次の曲ってなった時にこの止まり木っていうね、うん、軽快な曲を歌ったのがまた良かった、はい、これも大ヒットです、うん、ほんまにいい曲やなと子供ながらに思ったものです。で松村和子はこれ完全な新人なので、うん、よく言うそのね本編でもデビュー曲でそんな、ね、売れないって言うけど、うん、そうじゃなくて、はい、これって企画もの枠なので、なるほど、だからあのハイスクールララバイとか、うん、あのなんかトムキャットとか、うん、あのセンチメンタルジャーニーとかっていう、はい、企画もの枠なんですよ。でそういうふうにしてもう売ろうと思っていろんな仕掛けして売るんやから売れるわけですよ、はい、ただこの売り方をすると、うん、絶対一発円なんね。そうですね、うん、それは僕いつも言ってるようにね、はい、だから本当は長く育てたいのであれば地味な曲を 1,2 曲挟んでからやらないと、うん、はい、だから松村和子はこれ以後はないわけでヒットね、うん、もうずっとこのイメージや。そうですね、まあでも今でもやってはりますよ。いや食っていけるよそれは全然、もう今でもね、そう全然食っていけるよ これで、うん、やってはりますからね。そうだから全然いいんですよ。もういつになったら帰ってくるんやろみたいなねもう帰ってきてんのちゃうかなみたいな ね、 いなね、あの感じですよね。もうねこれだけ歌われるとね、はい、だから、まあ、あのいつも言うそのヒットチャートの分析とした時に、うん、あの新人のデビュー曲は、まあ、あの売り上げは高くてもランキングは低いっていうのは、うん、まあ、定石なんですけれども、はい、そうじゃなくて企画もの枠に入るとあの話題になってバッと大ヒットするけれども、はい、それでデビュー曲にすると後が続かないよ、まあ、そこが引っ掛けだったということですね、今日はね、はい、で、まあ、久しぶりにね、このまあ、こうちょっと肌もう寒くなってきたこのね秋冬の夜に、はい、ぴったりの演歌を、ね、あ、そうですね、日本酒で熱燗でも飲みながら、はい、で男性演歌もまたやるのを楽しみにしておきましょう、ね、はい、ということで、今日のね、1980年年歌特集面白かったなと思ったら、はい、高評価ボタ ボタン、そして今すぐチャンネル登録よろしく、よろしくお願いします。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また次回以降の動画でお会いしましょう、はい、それでは。